はいどうもめちゃんねるです。本日私はですね京都駅の方にねやってきております。ちょうどね京都タワーがねある方の出口の方にねやってまいりました。まあ、今日はですね関西の方でねホテルが開業ラッシュということで、まあ、最近開業したホテルの一つでありますヒルトン京都さん9月12日に開業しましたので、今日はねそちらに訪れたいなということで京都の方にねやってまいりました。まあ、こちらの出口からね方面的には、あちらに進んでいく感じになりますんでタクシーに乗り込んでねこれからヒルトン京都さんの方にね向かっていきたいなというふうに思います。じゃあねちょっとタクシー拾って向かっていきたいと思います。行ってまいります。ヒルトンも結構多いから難しい。増えたんですよヒルトンで。そうですよね。ヒルトンガーデンと、はい、ダブルツリーヒルトンとか2つあるんですよ。はいはい、その一番新しい方に、サンディアのところに新しいのね作ってましたからね。そうですそうです。よろしくお願いします。ガーデンインはこの通りさっき手前あったってやつですか。そうですそうです。あのヒルトンガーデンもうちょっと後ろですね。はい、はい、場所は最高ですよね。うん、いいですね。ここは、はい、ありがとうございます。あクイックペイでお願いしていいですか。はい、一泊ですね。すごいですね、この岩。 ありがとうございます。仙台から持ってきたい。仙台、ありがとうございます。天井もめちゃめちゃ高いですね。そうですね、こちら5階までできるけど。あー、すごい。こちら手前の方にはですね、ケーキも売ってございまして、シャインマスカットケーキとかね、この全部一心みたいな感じの、ね、ケーキとか、バラのケーキとか、めちゃめちゃ美味しそうですね。こちらがレストランと、朝食会場でもあるテオリさんがね、こちらとなっております。こちらのですね、待合スペースのところにはね、ちゃんとね、充電もできるコンセントがございますね。はい、それではねチェックインが完了しましたので改めましてお部屋の方にね向かっていきたいなというふうに思いますけれども、こちらね大きい通りから1本入ったところに、車寄せがね、ある感じとなってます。結構ね建物が、ブラックでね、いい感じですよね。すごい落ち着いてる感じします。で、こういう藪があって、まあ、レストランがね見渡せていただくような感じですね。では、建物内にね入っていきたいと思います。これね先ほども説明ありましたけれども、仙台の方からね持ってきた石が、使われているという感じみたいですね。で右手がねレストラン、左手が、待合室があって、奥がね客室につながる、ロビー、エレベーターホールとなっております。この天井がねめちゃめちゃ高い。すごいですねこれね。ではお部屋の方にね向かっていきましょう。はい、ちなみに1階の方にはですね地下にね、降りていただくスペースがあって B2 になります。 B2 はですね大宴会場と会議室ですね。で B1 こちらでは行けずにエレベーターでね行っていただく形になりますけど、プールだったりフィットネスがあるという感じです。ではねお部屋の方に向かっていきます。上ですね。はい、すごいゴールドとあと織物のね機械がございますね。建物こんな感じ。エレベーターはねタッチ式でピッと来ていただく必要がねあるみたいですね。はい、すごいエレベーターがめっちゃ豪華ゴールド。すごい。で今回ね、9階建ての、9階となってます。上はですね何があるんだろう、クラウドネストとかルーフトップバーもあるんですね屋上で。9階がエクセキティブラウンジがあるフロアとなっております。今日はね9階の角部屋925号室をね選択いたしました。はい、こんな感じです。あ、中庭があってめちゃめちゃ素敵ですね。でエレベーターホールね今こんな感じでございますが、今日ね撮ったお部屋こちらの角なんですよね。で多分ねこっち側のお部屋があのスイート、ルームみたいなお部屋となってます。でエグゼクティブランジはねこちらから入っていただいて、この中庭を覗いて奥にね
入るという感じになっておりますね。私のお部屋は、ね、あっちの奥となってますんで、あっちに進んでみたいと思います。ではね、私の方は925号室となります。あちらのね、奥の右手の角のお部屋となりますので、そちらの方に向かっていきたいと思いますけど、廊下もね、結構雰囲気があってすごいね、ふわふわの、絨毯が使われてますね。なんだろうな、多分ね、スーツケースとかは運びづらいかもしれない。ドアなんかもね、すごい重厚感があるね、黒のドアが使われてて、めちゃめちゃ高級感ありますね。ヒルトン京都さん、すごいですね。はい、ということで本日の私のお部屋はですね、こちら奥の925号室角となっております。いやー、いいじゃないですか。ラウンジからちょっと遠くなるんですけど、まあ同じ階なんでね、今日はこちらでお邪魔させていただきたいと思います。では中入っていきましょう。おお、明るい。すごい、障子がめっちゃいっぱいあるぞ。こんな感じの、もう荷物入ってますね。さすがでございます。はい、こんな感じのお部屋となっておりますね。 For you ということで、これなんだ、ゾウさん、ゾウさんじゃない、なんだろう何ですかこれ、めっちゃかわいい。はい、こんな感じのね、お部屋となっております。じゃあね、ちょっとね、詳細を、見ていきたいと思いますね。はい、ここら辺のね、景色とかもね、気になると思いますけど、後ほど見ていきたいと思います。では見ていきましょうか。はい、それではですね、詳細を見ていきたいと思います。まずね、本日のお部屋ですね、エレベーターホールこちらで、ここの真ん中がね、中庭とエグゼクティブラウンジでございます。それを抜けて奥のね、925、まあ、多分ここのお部屋だったりとか、あとこっち側のお部屋がね、スイートルームじゃないかなというふうに思います。はい、で入っていただいてね、まず一番最初にこのね、障子、いやー、なんかね、京都っぽい感じしません？あとね、エントランスの吹き抜けになっているのが5階部分までね、吹き抜けになっているそうですよ。すごいですよね、あれとね、なんか似たような、景色というか、おーってなりますね。はい、語彙力がなくてすみません。で入っていただいて左手ですね、すぐね、お手洗いございます。はい、こんな感じですね。はい、まあ、自動でね、開くタイプではなさそうです。まあ十分なウォシュレットですね。で電気がね、ここでしたね、自動じゃなくてね、ここでオンオフできる感じなので、ちょっとね、最初分からなかったです。はい、で鏡もあって、はい、水洗い場もね、手洗い場もありますという感じです。ここがね、まあ、スライド式で、まあ、スペースをね、奪われずに非常にいい感じにできてますね。で何よりこの障子ですよね。ほら、開けるとね、まあ、角部屋っていうこともあるんですけど、二面採光になってるので、これね、全部開く感じですよね、きっとね。やばくないですか。まあ、ビューがね、すごいいいかどうかっていうと、またちょっと街中なんで、ほんとシティビューですんで、まあ、奥にもね、山を見ていただくことできますね。まあ、シティビューで、二面採光のね、お部屋となってますね。どこまで、なんか全部開放、なんかね、うまく開けられないですね。まあ全開は無理なのかな。はい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 、ここでほら閉まっちゃうんですね、ここでね、こういうぐらいだから、半面開けられるような感じになるんでしょうか。こう開けようとしても、多分これがね、限界かなね、そういう感じですよね。はい、まあ十分明るいと思います。じゃあせっかくなんで、こっちも先開けちゃいましょうかね。ここは、まあここがもう限界ですね。でこれもここが限界、こっちに寄せても結局ね、そういう感じですよね。まあこういう感じの、二面採光になるという感じです。まあここでね、もう向かい側、多分マンションですけど、裸族で歩いてたらやばいですね。はい、まあ、こんな感じです。ちょっとね、戻りまして。まあ、だからここね、全部開けて、開放っていう感じにはならないんですけど、まあ、十分ね、採光は取っていただくことできるんじゃないかなというふうに思います。まあ、向こう側のね、オフィスの人とかも、タバコ吸ってる方とか見えちゃいますからね。外からは。まあ、ちょっとね、真っ黒の建物なんで、なんかスモークがかってるね、ガラスじゃないかなと思いますけど、まあ、夜はね、絶対見えるでしょうね。はい。
で戻りまして収納、荷物とかね置いていただく台があったりね、このようにしますね。はい、まあ、結構広いですよ。でこの大理石調のね立派な石も使われてて、で収納ここに、セキュリティボックス、セーフティボックスがこのようにございます。で右手がルームウェアですね。ちょっと高級感あります。ちゃんとねセパレート式になってますね。めっちゃあるな、これ4着ぐらいあるぞ。サイズごとに違うのかな。4着ある。はい、結構このパイピングっていうんですかね、ラインが入ってていい感じですね。なんかグレーというかメタリックシルバーというかそんな感じのねラインが入ってますね。落ち着いてていいんじゃないでしょうか。はい、でここも空で、こっちも空。このね、なんだろう、革張りっぽい感じの、よく車とかなんかトレーとかで使われてる感じのねレザー調の肌触りになってて、肌触りもめっちゃいいですよ。はい、この木とかもねすごい触り心地いい。なんかいろんな触りたくなっちゃいますね。でもね、あの指紋がつきにくい素材だから、あの触っても気にならないかなと思いますね。でこちらハンガーとかね、はい、これもウッドのハンガーとなってて、アイロンとアイロン台、ブラシ、靴べらがあります。ここら辺はランドリーのね袋。でこっちは空ですね。で常備灯がねございます。スリッパ、これも4足あるな。すごい。ちょっとね開けてみましょう。スリッパね、こんな感じでふわふわですけど、非常にねシンプルで、あのマークとかロゴとかね入ってるわけではございません。ふわふわのねスリッパとなってて、後ろもまあ滑り止め具合はそんなキュッキュする感じではなさそうですね。はい、今のスリッパでございました。はい、で、奥入っていただいて、はい、まあベッドね、今回まあキングベッドの、お部屋となってますけど、このなんか京都らしいというか、ちょっとなんか歴史を感じられるような感じの、ちょっと語彙力がなくてうまく伝えられなくて申し訳ないですけど、非常にいい感じですよね。ちょっとグレーっぽくなってて、このウッドのね、明るいウッドのお部屋と非常にマッチしてる感じじゃないですか。どうですか。はい、すごい上品なね、おしゃれな和モダンな感じでしょうか。はい、でちょっとねお花があったり、これあ石だ、すごい陶器、おしゃれだな。でところどころにね使ってるものがゴールドのものを使われてたりするので、まあ、ここの木と先ほどのねこのレザー調の触り心地のやつと同じ素材ですよ。そこにゴールドのね取っ手があって、まあ、中からなんですけど、いやーすごい、なんかねちょっとあれ語彙力ないですけど、いちいちね高級感ある感じのねものが使われてますね。はい、でティッシュがあって、こちらマスター類、まあ、照明とかもね多分リラックスモードとかモードをね変えていただくことができる、お休みモードとかね。でスクリーン、あ何これ閉めたりできるの、あ閉まる、あこれめっちゃ便利。これだったらね開けといてもいいなね。で寝るときバーッと閉めといて、ここね開けるってやればこう開くわけなんで、あいいじゃないですか。朝とかこれめっちゃいいね、超眩しいかもしれないですけど、これはいいね。はい、でこちらですね USB-A が、3アンペアのものと USB-C とコンセントが1箇所あると、まあ十分じゃないですかね。これも多分反対側にもね同じような感じであるんでしょう。これ何なんだろう、誰、象、豚、何なんですかこれ、何だと思いますこれ、え北京ダックに見えるの私だけ、何でしょう。まあこれ一応ねレターがあるんですね、ありがとうございます。島田様ということですね。島田様特別な記念日にヒルトン京都にご滞在ください、ありがとうございます。まあそっか、今日ね一応レイ君の誕生日っていうことでねお伝えしてたけど、レイ君来れなくなっちゃったからね、そういうことだ。はい、ありがとうございます、すいません。あとねさっきちょっとエアコンいじってたんです、これ秘宝ですよ。20度までしかいかない、これやばくないですか。暑がり族にね、16度ぐらいまで行ってほしいですもんね。はい、まあ上品なあの程よい今暑さでございます。はい、で反対側もねマスターとナイトモード、読書灯、読書灯どこだ、あこの上か、この上ですね読書灯。
で、これなんだろう。最高。これよくわかんないですね。これ矢印。はい。で、USB-C と USB-A とコンセントがあるという感じですね。で、時計とメモ帳と電話機があるという感じです。はい。こっちも机の中には特に何か入ってるわけではございません。で、あ、開けっぱなしだったな。はい。茶器とかもね、非常におしゃれ。これもね、ほら、ゴールドがね、使われてて、すごい高級感ありますよね。重さはね、そんな重くはないんですけどね。で、お茶っ葉入れていただく陶器だったりとか。これもね、なんかメタリック具合が、なんかおしゃれな陶器ですよね。はい。で、アイスペールと、これなかなか氷溶けにくいやつじゃないですか、多分。で、電気ケトル。これなんて言うんだろう。Z ウィリング。Z ウィリング。なんて言うんだろう。はい。すごいおしゃれなね、ブラックな感じの、電気ケトルですね。はい。こんな感じ。おしゃれ。結構量あるな。1リットルぐらい。沸かすことができるみたいですね。はい。で、なんか久しぶりに来たけど、あ、これ電気つくんだ。吸気口ってなんか貼ってあるけど大丈夫かな。はい。あ、これお水ね。これどうしたらいいの？これ。これは、お水を入れて、耐熱ガラスだから、チンとかできるの？電子レンジとかあるのかしら？何に使うんだろう？あ、ポットか、普通に。ここでお茶っ葉とか入れて、お茶飲んだりするのかな。ね、そういう感じ、電気ケトルで、そういう感じですね。で、瓶ですね、お水はね。はい。で、ネスプレッソマシンがあって、奥ね、有料です。ミニバーのね、伝票、このようにありますけど、シャンパンハーフボトル6000円、白ワイン、赤ワインフルボトルで6000円とかね、京都ウイスキー、スナックがね、1200円とか、まあそんな感じの料金帯となってます。だからこれ、ね、スナック類とかね。はい。エビ芋の水炭っていうのかな。美味しそう。そしてミックスナッツ。結構重。はい。で、これが京都ウイスキー。すごいおしゃれですね。めっちゃおしゃれ。はい。という感じです。で、奥にね、コンセントが、1つございますね。1個はね、電気ケトルはもうつながってる感じですね。はい。で、グラス類ですね。これもね、いい感じ。あ、マグカップもね、同じ感じ。すごい、なんか統一感あっていいですね。お茶はディルマーだ。ディルマーのあんまり見たことないですね。ピュアカモミールフラワー。そしてこっちはこれもカモミール。カモミールめっちゃあるな。カモミールはあんま飲まないんですよね。普通に、イングリッシュとか、ダージリンとか欲しかったかな。で、煎茶。こっちのピンクのやつは玉露だ。はい。まあ、こんな感じです。はい。スプーンとかもね、おしゃれスプーンですね。ワインオープナーと、マドラーと、ネスプレッソマシンのポーションは2種類、2個ずつで計4つということになっております。はい。で、こちらですね。まあ、先ほどのね、あの、料金表に書かれてた、ぐらいの、ものが揃ってるという感じです。まあ、中にね、これだけ入ってます。ソフトドリンクが少なめですね。やっぱり大人のね、泊まるホテルということなんでしょうかね。はい。で、こちらが水回りですけど、一応ね、あの、間仕切っていただいて、まあ、脱衣所みたいな感じにね、していただくことができます。まあ、すごいね、全部統一感があっていいですね。ここもね、こうやって上閉めていただいて。すごい、なんかね、大人なホテルで、落ち着きがあって、非常にいい。個人的にはめっちゃ好きですね。タオルめっちゃあるな。はい。やっぱり4人いけるのかな？なんかね、パジャマとか、あの、スリッパとかもね、バスタオルも4枚あるし、別に4人っていうわけじゃないのかもしれないけど。はい。で、こちら、ドライヤーでございます。ドライヤーは何だろう。この大きさ的にはあいつだと思うんですよね。ちょっと開けますね。はい、出てきました。私はレプロナイザーだと思いましたけど、ダイソンでございました。はい。なんかレプロナイザーみたいなね、あの、形だったかと思ったけど、はい、ダイソンですね。もうなんか高級ホテルはどちらかっていう感じになってるかな、最近。で、こちらがアメニティ類ですね。ほら、歯ブラシとかも4つあるんですよね。で、ソーイングセット、靴磨き、コットンセット、シャワーキャップ、シェービングキット。歯ブラシだけ4つありますね。はい。
でもうやっぱりねこういった、まあ、ヒルトンさんですからねやっぱりクラブツリー&イブリンということでございます。でグラス類ですね、はい、でティッシャーって拡大鏡があります。まあここら辺もね鏡川町のね、川にぶら下げられてますよ。一応そういう感じか、全然ぶら下がってる感じ重いテンションはかかってなかったですね。で、下にオムロンの体重計があってゴミ箱があるという感じです。ここは空ですね。はい。で浴室でございます。まあ十分広いですね。こんな感じのね、バスタブとなってまして、こっちは石だ。で上の方にははいレインシャワーもあってハンドシャワーもあって1、2、あよかった、1がね普通のハンドシャワー、2がちょっと見えづらいけどねちゃんとマークあるの見えます、レインシャワーとなっております。なのでこっちだね。はい、まあ、シャワーはこんな感じ。まあまあめっちゃ強いっていう感じでもないけど弱いっていう感じでもないですね。はい、これ回しすぎると危ないのでゆっくり回して戻します。はい、でクラブツリー&イブリーのボディウォッシュコンディショナーシャンプーというふうになっておりますね。はい、まあ、ステンレスも非常にねおつきがあっていい感じじゃないでしょうか。バスローブねかけていただくあれがあるけど、あこれバスローブか、バスローブもありましたね。ちなみにチェックインの時にね、プールバスローブでいいか確認しましたけど下でね着替えてくださいということで、じゃあロッカーがあるんで使ってくださいということで、まあ、バスローブでねプールに行っていただくのは、まあ、基本的にはご遠慮くださいということでございました。はい、まあ、本日ね、こちら9月12日に開業したばかりのねヒルトン京都さん、まあ、最近ガーデインさんとかダブルツリーとかねいっぱいできてますけれども、ヒルトン京都ということでヒルトンブランドのねオーソドックスな、ホテルがね9月12日に開業いたしました。本日はですねボトムのお部屋で予約取らせていただいて、こちらのねエグゼクティブ、キングシティビューというお部屋にアサインいただいて、この1個上にはですね、エグゼクティブのプレミアムっていうのがね、55平米ぐらい、もうちょっと広いのかな、お部屋があるという感じです。まあ、ただね、今日はこちら角部屋にね、アサインいただいているという感じですね。それ以外もあとスイートルームということですけど、スイートルームはもう全部ね、埋まってる感じです。はい。で、さっきね、触れてなかったな。ここら辺、テレビとかね、全然忘れてた。リモコンですね。すごい急に雑になります。テレビも結構大きいですね。どうだろう。60インチぐらいありそうな感じですね。で、これ足元ゴミ箱と、コンセントがね、このようにございます。ここら辺は開くのかしら。お？あ、開いちゃいけなかったやつだ。大丈夫これ。はい。下にね、こちら、コンセント類をしまうところがね、ございました。後で戻しておきたいと思います。外れちゃうのね。はい。で、椅子があって、これが、何これ、なんかイチジクのケーキみたいなやつと、おゼリー美味しそう。これもねすごいずっしり陶器ですね。でマスカットでございます。これシャイマスかしらね、いいですね。でこちらに、コンセントが2箇所と USB-A が1箇所、そしてこちらに電気がねございます。どうやってつけるのかな、はい、ちょっとここわかんない、あここか、ここにボタンがねありましたね。これ押していただくとつきます。はい、ということでここのね紹介忘れてましたけど、本日はこちらのお部屋にね一泊させていただきたいと思います。いかがでしょうか。いやすごいな。はい、この机もね使ってコーヒー飲みながらソファー座って、まあ、ゆっくり過ごすなんていうのもめっちゃ落ち着きますね。めちゃめちゃいいわ。はい、あっちの奥もね山とか見ていただくことできるし最高じゃないですか。これはね、タクシーの運転手さんともね会話しましたけど、まあ、ロケーション的にはね結構便利でいいんじゃないですかなんていう話もありました。で京都駅の、京都タワーがある方の出口、ちょっとどっち口かよく分かんないんですけど、そちらからねタクシーで、まあ、約ね15分ぐらいという感じで、メーターにするとね私は今回来た時1900円ぐらいで、来ていただくことができました。結構ね分かりやすい道でしたね。まっすぐ行って大通り右みたいな感じで、ちょっと右曲がったらすぐホテルみたいな感じでした。はい、地図で調べてください。駅からね北西の方に向かっていくような感じですね。はい、ということでちょっとね一段落したら、まあいろいろまたね散策していこうかなというふうに思います。
はい、あと Wi-Fi 送か接続してみようかな。はい、はい、ということですね、今一段落いたしまして、改めましてね、本日はこちらヒルトン京都さんの方にねお邪魔させていただいております。めちゃめちゃね綺麗ですし、あの雰囲気もね重厚感があって高級感があっていい感じです。やっぱりね京都の、まあ、フラッグシップまで行かないですけどね、やっぱりブランドとしてはヒルトン京都なので、まあでもねその近しいぐらいのねあの高級感はあるんじゃないでしょうか。立地的なものだったりとか、なんだろうな、その外観とかはそういう感じはしないけど、やっぱり一歩ねあの建物内にやっぱり踏み入れた瞬間から、あのおーっていう感じが久しぶりにね、ありましたね。はい、ちょっとコーヒー飲みながらねゆっくりしたいなというふうに思います。うん、ネスプレッソマシンも美味しい。うん、はい、で今回ね、まあ、9月12日に開業した、ホテルでございますが、まあ2週間ぐらい、ちょっとついてきたぐらいの頃合いかなっていう感じでねやってきました。でまあ今日ねあの平日で、まあ、金曜日にお邪魔させていただいてますが、まあ、比較的、落ち着いてる感じかなというふうに思います。で朝食につきましてはですね、まあ、エクゼクティブフロアの方、あとはねダイヤモンド、会員の方は、ラウンジの方でもね朝食をいただくことができます。ゴールドステータス以上の方であれば無料でですね、1階のレストランの方で朝食をねいただくことができます。エクゼクティブラウンジにつきましてはね、午前7時から21時までね営業しております。朝食はですね7時から10時半で、まあ、10時がラストオーダーとなりますから、10時までにね、来店してくださいということでございます。で、日中ですね10時半から17時までは、まあ、紅茶コーヒーとか、まあ、お菓子類をね、いただくことができるというふうになってて、まあ、特にアフタヌーンティーみたいな感じでですね、15時から例えば17時とかね、まあ、その時間帯にあのケーキが出るとか、まあ、そんなような特別な何かがあるっていうことではなさそうですね。もう10時半から17時はもう一定のものがね出てて、お飲み物を楽しんでいただくことができるという感じですね。でイブニングカクテルが17時半から19時半までということで、こちらねヒルトン京都さん自慢の京都のおばんざい料理や一品料理、えりすぐりのアルコールドリンクを揃えておりますということでね、記載がございます。お子様もねあのご参加していただくことができるというふうになってますね。で特典スムーズなプライベートチェックインおよびチェックアウトがねラウンジでできたりとか、まあ、今回チェックイン自体は1階でね、行いましたけども、まあ、一応ラウンジも混雑時とかね、場合によっては基本的にはできるのかなという感じでしょうかね。でエグゼクティブラウンジスタッフによるコンシェルジュサービスがあったりとか、まあ、無料のね高速インターネットが、ラウンジ内でも利用していただくことができると。まあ、ただね一応エグゼクティブラウンジのドレスコードにつきましては、まあ、スマートカジュアルとなりますということで、まあ、今日ねたまたまなんかね着た方がいいかなと思って、まあ、ジャケットね着てきました。まあだからあのまあ京都なんでね、あのリゾートではないから B3 で来るとかでそんなことはないと思いますけど、まあ、そういうことはご遠慮くださいという感じですかね。はい、まあここら辺かな。はい、で朝食につきましては今先ほど申し上げた通り7時から10時半で10時がラストオーダー、ランチがねまた1階の方のレストランでも行ってて11時半から14時半とか、まああと地中海料理とかね、あの朝食会場以外にですね、あとラウンジバーがあったりとか、まあルームサービスも6時半から10時まで行ってたりとか、デイタイムの、ルームサービスも10時から23時まであったりとかね、まあ、そんな感じです。でプールにつきましては朝の、ね、6時から夜22時まで、入っていただくことができます。フィットネスは24時間ね、利用していただくことができますという感じですね。でウォーターサーバーがね、一応ウォーターサーバーと製氷機は各フロアにね、あるということで、あちょうどねお部屋から近いところにあるのかな。まあ、基本的にはこっち側です。エレベーターホールの奥側ね。だから私のお部屋の方に、あるみたいな感じですね。はい。あと Wi-Fi のね、ダイヤモンドステータスが利用していただくことができる、高速のね、Wi-Fi と、あの、通常の Wi-Fi の案内もね、こちらにございますという感じです。はい。ということで、今ちょっとシャインマスカットとかもいただきたいなっていう感じですけど、ラウンジは、ま、日中はいいですよね。うん。今日はね、まあ、ライブでもお話ししたんですが、ディナーね、食べようかなとも思ったんですが、京都にね、来てちょっと行きたいお店がありまして、まあ、ちょっとね、そちらの方に、今日の、今晩はね、夜いただきたいなというふうに考えているので、すいません。レストランのね、レビューとは特段ありませんので、皆さんね、お越しいただいた際に、ぜひね、楽しんでみていただければいいんじゃないかなというふうに思います。あとは、まあ、これからですね、まあ、館内散策、プールだったりとか、ジムとかね、まあ、一組いらっしゃるみたいですけど、撮影していただいていいですということで、
許可いただきましたんで、そちらの方にね、向かっていこうかなと思います。あとはちょっとお部屋内でルームサービスとか見れれば、ちょっとね、見ていきたいなというふうに思います。いやー、今んとこね、めっちゃいい感じ。ちょっとね、楽しんでいきたいと思います。はい、ということで、ね、テレビをね、つけてみましたら、やっぱりね、テレビでルームサービスのメニューとかね、見ていただくことができるみたいなので、ちょっとね、見ていきたいなと思いますけど、ブレックファースト、5300円で、ベーコンソーセージポテトとかね、まあそんな感じのものが頼んでいただくことができるという感じですね。これが朝食メニュー。で、あとはコンチネンタルブレックファーストということで4200円ですね。ヨーグルトとか季節のフルーツとかございます。あとはね、アラカルトでしょうか。エッグベネディクト3200円、フレンチトースト2400円、ワッフル、バニラパンケーキ2400円、シリアルが1300円、オートミル1300円とか。あとはグレープフルーツ700円、オレンジ700円、ミックスベリー1300円、季節のフルーツの盛り合わせ3200円とかもね、そんな感じでね、ございますね。で、オールデーダイニングにつきまして、スープとかね、サラダとか、これもね、湯葉と九条ネギのスープだったりとか、シーザーサラダとかね、ございますね。これも8ページあるんで、結構種類多いんじゃないですか。で、アペタイザーがあったり、シャルキュール、言いづらい。シャルキュトリープレートとか。はい。なんだろう、これ。テリーヌとかですかね。あ、美味しそう。はい。グリルチキンサンドとか。これサンドイッチとかバーガーですね。お、ヒルトン和牛バーガーございますね。4800円。そしてね、サイドディッシュということで、フライドポテトだったり、野菜チップス。まあ、お子様とかはね、こういう感じでもいいかもしれないですね。はい。あと、パスタ、麺類。あ、結構ね、やっぱスパゲッティは当然ありますけど、きつねうどんだったりとか、おろしそばなんかもね、ございますね。リングイネ、オマールエビ。ああ、これも美味しそう。はい、あとね、ご飯物だったり。あ、うな玉丼とかありますね。はい。和牛サーロインステーキとか。これも絶対美味しいでしょう。ミニバーガー。これはキッズメニューだ。ミニビーフバーガーとかね。ポップコーンチキンとか。はい。こういったお子様メニューもございますので、やっぱりね、ヒルトンさんはお子様連れでも非常にね、訪れやすいホテルじゃないかなと思います。あとデザートとかですね。はい。そしてね、あと朝食メニューについては、今ね、メニュー見ていただいて、まあ、お電話等でしていただくこともできますし、これをね、夜の、何時だろう ?23 時とかまでなのかな。ちょっと時間は確認しないとわかりませんが、ドアノブにね、深夜2時までですって。深夜2時までにお部屋のね、外側のドアノブにかけといていただければ、朝食ね、インルームダイニング、オーダーしていただくこともできるというふうになっております。これ便利です。2時まで。すごいな。今だったらね、ちょっと撮影させていただけるということでしたので、スパ、フィットネス、プールの方ね、ちょっとさーっと見ていきたいと思います。まあ、ここら辺もすごいお月があって、声が響く感じですけど、いいですね。はい。こちらがね、フィットネスとなってますね。はい、鍵で開けていただいて、はい、こんな感じのね、フィットネスとなってます。結構広いですね。ね、設備とかはよくわかんないですけど、きっと新しいものがね、使われているんじゃないでしょうか。で、こちらにウォーターサーバーがあるという感じですね、タオルとね。はい。こんな感じでございます。はい、プールね、こんな感じになっておりますけど、今ね、一組いらっしゃるということなんで、映らないようにね、撮らせていただいてますけど、まあ、天井がね、結構跳ね返って反射して、綺麗な感じですね。で、椅子とかがね、こういう感じで、どのくらいですかね、12個ぐらいあるのかな。はい、そんな感じでございます。結構これは、ね、多分夜来ていただいても日中来ていただいても雰囲気はね、変わらないので、いつ来ていただいてもいいんじゃないでしょうか。はい。幅が、12メーターぐらいあるのかな。1.2 メーターぐらいか、深さが。そんな感じですね。はい。で、お子様のね、浮き輪なんかも多くはないですけど、1個ね、ございます。水洗い場ですね。はい。で、脱衣所にはこういったシャワーとかね、ございます。お手洗いと、あとね、脱水機もあるので、非常にね、便利じゃないかなと思います。こちらがね、ドライヤーとかがあるエリアですね。まあ、2箇所ぐらいなんで、そんな多くはないですね。あと、タオルと、お水。はい。なので、まあ、タオルはね、持ってくる必要がないという感じでございます。で、ロッカー付きですね。はい、これで貴重品もね、安心かなと思います。そしてこちらが下駄箱となってます。はい、今はね、営業してませんが、エレベーターホール出て正面がね、スパになってますね。ここがね、今ちょっと営業しておりませんけど、開くと、
スパの、店舗が、ね、あるという感じです。ルーフトップバーは、ね、17時からの営業となってますが、一応、ね、時半、自動扉が開くので中、ね、見させていただこうかなというふうに思いますけど、まあ、ここが、ね、ルーフトップバーでお手洗いが、こちらでございます。また、ね、夜の雰囲気が、いいと思いますので、まあ、ここだけ、ねちょっと日中見たいなと思いますけど、ちょっと今風がありますけど、夜ね、どうだろう、結構いい雰囲気になるんでしょうかね。まあかなり9階建ての上10階部分になりますので、頭一つね抜けてる、感じはありますね。はい、どうなんですかね、夜結構なんか真っ暗になりそうな感じですけど、ここら辺のライトアップだったりとか、多分キャンドルがね、ついたりとかして、ここにお水があってね、いい雰囲気という感じになってますね。はい、まあ、また夜ねちょっとこちらは、お邪魔してみたいなというふうに思いますけど、まあ、結構席数もあるので、早めにね予約される方は、予約していただくのがねいいのかなというふうに思います。まあ、今日はね金曜日ですけど、やっぱりね週末は比較的予約が埋まってるということをね聞きましたので、はい、ぜひ早めに予約してみていただいてはいかがでしょうか。そこが鴨川とかになるのかな。まあ、全然ちょっとね土地勘がないのでなんともっていう感じですけど、営業はね一応17時からということになっております。はい、カクテルタイムね17時半からなんですけど、今ね17時で、これからねもうちょっと先立ってラウンジの方にね向かっていこうかなと思います。あ、やっぱりこの庭園の感じいいですね。エクゼキティブラウンジということで、入り口の感じもいいです。では入っていきましょうか。ラウンジめっちゃ落ち着いてますね。細長い感じの作りですかね。はい、奥にはね大勢で座っていただける席もねございます。上もすごいこだわってますよね。はい、カクテルタイム前ということでね、フルーツだったりとかナッツとかねビスケットとかがあるような感じです。まあ、これからね5時半に向けてお料理が並べられていくという感じですね。スプレッソマシーンでカフェラテとかねカプチーノとかもいただくことができますし、紅茶はまあまたお部屋とね違う紅茶ですね、アートオブティーがございます。はい、まあ、こんな感じで今準備ねされてますけど、まだカクテルタイム前なのでソフトドリンクをねいただいていこうかと思います。壁もね結構塗り壁みたいなのに模様がね施されてて結構おしゃれですね。この間接照明のライトもまたいい雰囲気になってますね。はい、今ねこんな感じでね並んでいただいているような感じのところをちょっとね撮らせていただいております。まあ、十分ね結構な種類あるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、楽しみです。はい、それではね、いただいていきます。まずは京都ウイスキーのハイボールいただきましょう。あ、美味しい。これはお部屋の方にもね、置いてあった京都ウイスキーですね。うん、うまい。それでは、ムール貝かな、これ。はい、うん、めっちゃ出汁が効いてる。これはお酒に合いますね。はあ、うまい。あとはナスとかですね。うん、優しい味、京味噌とかでしょうか。これもお酒が進みそう。うん、はあ、うますぎ。生ハムですね。うん、うまい、全部うまい。これはね明日の朝食も超楽しみですね。めっちゃうまい。クオリティめっちゃ高いと思いますよ。うん、
うん、うまい。じゃあね、お酒飲んでいきたいと思います。はぁ、あ、めっちゃうまい。今日ね、とりあえず今持ってきたものをいただいて、今日はですね、まあ、ちょっとヒルトンさんじゃないんですけどね、夕食食べたいものがありますんで、これいただいたらね、ちょっとそのお店の方に向かっていきたいと思います。最高です。これはもう本当にね、明日の朝食楽しみ。今日ね、ここでディナーいただいてもいいぐらい。ただね、行きたいお店あるんです、ごめんなさい。ということで食べ進めていきたいと思います。うまい。はい、おはようございます。ぐっすりね、眠ることができました。お布団、ベッドもね、程よい硬さですね。柔らかすぎず非常にいい感じでしたね。まあ、若干ね、枕が気持ち柔らかかったかなという感じはありますけど、まあ、結構ね、分厚いですし4個もありますから、まあ、2個でね、うまく調整してね、眠ることはできました。最高でした。これからね、朝食いただきに向かっていきたいなと思いますけど、もう間もなく9時半でですね、一応レストランはね、10時までには来てくださいという感じでしたね。10時がラストだという感じですね。一応ね、ラウンジの方のお料理ちょっと見て、1階のね、レストランの方で朝食はね、いただいていこうかなというふうに思います。じゃあね、早速向かってまいります。オムレツお願いしていいですか。なんかおすすめありますか。じゃあそれで、はい。あ、お願いします。
はい、結構ですね、こんな感じで持ってきました。炊き込みご飯とか、あとね、茶碗蒸しとかね、チキンパイだったりとか、ハム、種類がね、やっぱりめちゃめちゃ豊富ですね。そして、大根とね、しらす、そしてマグロの山かけとか湯葉ですね。まあ、一品料理もね、やっぱり種類がかなり多いので、オムレツもね、京風シグネチャーオムレツに、ね、していただきました。パンもね、かわいい、めっちゃね、美味しそうですね。はい、それじゃね、いただいていきたいと思います。まずね、京風オムレツですね。今のね、あんかけもかかってます。で、中はね、京野菜とかが入ってますんで、これで一口で京都を感じられるんじゃないでしょうか。これは嬉しいですね。いただきましょう。うん、優しい味、めっちゃうまい。うまい。うん、これはね、めっちゃ絶品。したらね、ぜひこれはマストで食べてほしいですね。うまい。今までのオムレツで一番うまいかも。うまいです。まあ、その他ね、はい、炊き込みご飯とか、まあ、やっぱりね、料理がね、すごい綺麗なので、綺麗に装いたくなりましたね。うん、うまい。いいか。うん、すべてがうまいな、これ。これね、もうちょ間もなくでね、10時になっちゃいますけど、まあ、やっぱり早めに来てね、楽しんだ方がいいと思います。うまっ。うん、パンもね、めちゃくちゃ美味しそうなんで、まずはクロワッサンから。外カリのね、中もちだったらもう最高ですね。うん、あ、めっちゃもちっとは、ね、してますけど、外は私の好みのカリではね、もっとカリッとしてもいいかな。だからちょっとね、焼いてもいいかもしれない。あとこのフルーツのデニッシュ、めっちゃ可愛い、ミッキーみたいな。いただきましょう。あ、甘さはほどほどにね、すごいフルーツを感じられるフルーツデニッシュですね。ぶどう、ちゃんとね、ぶどうが主役になってる感じです。あちらでね、切ってくださるボクソテーとか、うん、香ばしい。うまいわ。そうか、それあるだけやって。うん、うまっ。はい、結局ね、2週目ですね。オムレツがね、ほんとめっちゃ美味しかったですね。ちょっと卵取りすぎちゃいけないんでしょうけどね、いただきました。そしてラーメンと、あとデザートですね。アップルケーキとか、抹茶シフォン、八つ橋、あとなんだっけな、これなんか見たことないやつ、グラフィネ、なんかそんな感じの名前のやつ、これなんでしょうね。まあ、これいただいてね、お部屋に戻っていきたいと思います。結局オーバーにしちゃいましたね。じゃあね、もう時間も限られてますんで、本気モードでね、食べていきたいと思いますんで、またね、食後に、最後総括していきたいと思います。あ、ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったですね。オムレツ2つ食べたの初めてかもしれない。うん、コンラッド東京さんのね、あのロブスターオムレツ、そして今はね、なくなってしまいましたけど、広島のね、牡蠣の、あのオムレツ、に匹敵するぐらい、もう今まで食べた中で、まあ、一番美味しかったかな。まあ、一番好みの味でしたね。すごい薄味で、あんかけがね、優しい塩味で、湯葉のあんかけ、あれがね、まあ、すごく美味しかった。あの炊き込みご飯のね、薄い味とすごい相まって、めちゃめちゃね、進みましたね。はい、で、早いもんでね、あっという間でもう10時半で、まあ、あと1時間半ぐらいはね、ゆっくりさせていただくことできるんですけれども、まあ、初めてあのお邪魔させていただきました、こちらのヒルトン京都さん。まあ、開業して約ね、2週間経過したところでございますが、
いや、めちゃめちゃいいですね。まあ、今回ね、宿泊したのが金曜日ということもあって、まあ、土日とかね、あの週末の、まあ、ピークじゃないっていうのもあるのかもしれないですけれども、非常に落ち着きがあって、もう本当に建物、外装、内装、そしてね、お部屋のね、インテリア、もうやっぱり重厚感があって、すごいワーモダンな高級ラグジュアリーホテルっていうね、あの言っても過言ではない、ホテルでございます。まあ、ちょっとね、平日週末によってあとは時期によってですね、まあ、レートはだいぶね動くとは思いますけれども、まあ、京都でですね、まあ、開業したてで、まあ3万円ちょっとぐらいから、まあ、高い時で5万半ばとかいっちゃうかもしれないですけど、ぐらいからまあ宿泊していただけるホテルっていうことを考えたらもうめちゃめちゃコスパいいと思います。プールもあるし、朝食めっちゃ美味しいし、ディナーもね、まあ、残念ながら今回はいただいてない、もうラーメンの誘惑に負けてしまいましたけど、夕飯もね絶対美味しいと思いますんで、ただね、周りいっぱいね、繁華街でいろんなお店あるから、まあ、無理にホテルじゃなくて もう朝食だけでもここのホテルの味はね堪能していただけるかなというふうに思いますので、十分満足いくんじゃないかと思います。あとはまあ昨日ライブとかでもねお話出ました、視聴者さんからもお話いただいて、もうこちらがね建築中の段階からお話出てたんですけど、まあ、ここですね、三社祭りで通るという通りみたいなので、ここの角部屋だったりとか、まあ、反対側の角部屋901とかになるのかな、まあ、9階だったですね、なので部屋が取れるんだったら四隅のお部屋、四隅あっち側ダメか、こっち側のね通りに面した、多分ねヒルトンで予約を取るとマップがね出てくるんですけど、そのマップ上で言うと左側のね、角部屋を取っていただく、まあ、もしくは左側のお部屋でこの通り沿いに面するので二面採光じゃなくても通り見ていただける、ね、お部屋になるかと思いますので、三社祭りの時期とかはね非常にいいんじゃないかなという話も出ておりました。まあその方はねやっぱり狙っていたみたいで、もう来年の7月ですね、予約を取ろうとしたところもやっぱりねもうすでにいっぱいというところなので、まあこれもう例年通りですね、多分毎年毎年繰り返されると思いますから、三社祭り宿泊した方がまたもうそのままね来年予約をするような感じで埋まっていく可能性あります。多分ねヒルトさん1年前とかで予約取れるんじゃないかなと思うので、早ければ多分そのぐらいでいけると思うんですよね。はい、だからそういう部屋が指定でね予約が取れるんだったらそういうのもありかなというふうに思いますね。はい、ということでヒルトン京都さんお邪魔させていただきましたけど、大満足の、宿泊となりました。もう本当料理も美味しいし、なんだろうな、まあ久しぶりにねちゃんとこういった活動を再開したっていうのもありますけど、わーってなるね、感動を久しぶりにね感じられましたんで、まあ、ぜひ皆様もですねよかったら、京都お越しいただいた際にはね宿泊していただくホテルの候補の一つにしてみていただくのはいいんじゃないでしょうか。はい、大満足でございます。ということでね、こちらのヒルトン京都さんの宿泊レビュー動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私各種 SNS の URL 貼ってありますので、そちらの方も合わせてチェックフォローよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったねホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報と発信させていただいておりますので、情報の見逃しがないようにぜひねチャンネル登録とベルマークの、ね、通知ボタンを押していただいて、次回以降の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。またよろしくお願いいたします。次の動画でお会いしましょう。